リアディゾン、リアドナディゾン、リアダーナジゾン、1986年9月24日帯は、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身の外国人、タレント、歌手、レースクイーン、グラマーモデル、米国在住時、カズメの母。1986年9月24日生まれ、父親が中国系フィリピン人、牧師で、母親が フランス系アメリカ人、カジノディーラーのハーフ。父親が動物好きであったため乗馬で遊んだり、バレエを習ったりして幼少時を過ごす。初恋の相手は幼稚園で出会ったブランドンという男の子だったが、物陰から隠れて見ているだけだった。弟のブラッドと喧嘩になった際、枕で殴られたリアは2メートル近く飛ばされてしまったことがある。母親はお金の使い方に厳しく、 同年代の女の子が携帯電話を持ち、好きなものを買って遊んでいるのを、そばから見ているだけだった。14歳の頃、友人と一緒に医療品店でアルバイトを始め、中学ではチアリーディングで活動したり、ギターのストラップを長めにし、腰より低い位置でギターを弾くグランジの真似事をしていたが、徐々にギターよりもダンスの方に傾倒。この頃日本へ単身とこうして遊びに来たことがある。 高校は当初私立高校に入学したが途中で公立の高校へ転入どちらでも校風が合わなかった上生来の内向的な性格が災いし友人が少なく廊下を歩いていると悪ふざけでロッカーに閉じ込められたりトイレで一人でスナック菓子を食べて昼食の代わりにしたこともあったと影のある高校生活を送る学校での得意科目は国語なお 幼少期からテレビゲーム好きだったことや、テレビアニメ、美少女戦士、セーラームーン及びドラゴンボール Z のファンだったこと、父がアジア系だったことなどから日本やアジアにしての関心は高く、高校時代の外国語授業では日本語を選択したり、カラオケで J p o p を歌うなど日本語の単語の知識は多少を持っていた。学業以外では演劇やミュージカルの活動に興じる。 デートはインターネットカフェでシューティングゲームをして遊ぶ。高校卒業後は大学進学も視野に入れていたが経済的な理由で断念。小ビジネスと大学進学を目指すべくラスベガスからロサンゼルスへと生活拠点を移した。そこではゴーゴーバーデンのボールダンサーやランジェリー販売のカタログモデル、車用品雑誌のグラビア、レースクイーン、イベントコンパニオン、 レンタルビデオ店の店員、郵便局のアルバイト、自身で運営する、有料会員制ウェブサイトでのグラビア写真の公開で、生計を立てる。その一方で、ダンススクールに通ったり、アジア系、インディペンデント映画サークルのプロモーション映画に出演するなど、多種多様なアプローチで、自らの生き方を模索していた。日本向けのメディアデビューも、この時期に果たしており、2005年1月26日に、 発売された自動車雑誌、オプションのセルビデオ、ビデオオプションに収録されたカリフォルニア州にあるナスカーレーストラックで行われたエキシビジョンレース D1GP アルスターのプレゼント企画で各ブースをレポートする D1USA キャンペーンガールの一人として出演しいた。この頃、後には大となる自身のウェブサイトを作成する。 しかし、自身のアルバイト先まで掲載されている雑誌を持参し、これは、君なのと尋ねる男性が現れたり、各種撮影で肌の露出要求がエスカレートするなど、仕事に嫌気がさすことも多くなっていた。運営していた自身のウェブサイトに自分の写真を掲載したところ、1年弱で検索エンジン、Google のヒット数が200万件に上昇。中でも、 ルーズソックスでセーラー服という日本の女子高校生風の画像が日本、韓国、台湾のインターネット上で大きな話題となる。この画像が誰なのかを問い合わせるものが後を絶たず、日本や韓国、台湾での活動を進めるメールがファンから多数寄せられるようになる。それが後押しとなり、自らプロモーション用のデモビデオを撮影、作成し、日本の芸能事務所にメールを送った。 この時日本語はほとんど話せなかったが、それが契約の支障となるのではないかと危惧し、日本語が少なからず理解できる胸をアピールするために、事務所宛てのデモビデオでは、アムロナミエのアイウィルを日本語で歌っている。芸能事務所、スカイコーポレーションからのオファーでエージェントを通じて2006年春に来日。この時は、どうせすぐに返されるのだろうと思い、持ってきたお金はわずか200ドルだった。 これらの経緯を経て、グラビア界の黒船のキャッチフレーズと共に、日本で芸能活動することとなった。2006年初夏、日本での活動開始、雑誌、集英社、ヤングジャンプ、週刊プレイボーイ等のグラビアページや表紙に登場し、男性を中心に人気を得る。ほどなく女性向けファッション誌でも、モデルとして活動、同年後半からなジャンルの雑誌媒体で、 多数の表紙を飾り、10月には最初の写真集、プチアミエを発売。2007年2月には2番目の写真集、ハロリアも発売され、それぞれ10万部を超える売り上げと発表された。以後、テレビや雑誌などの出演も増え、自身が最も望んでいた歌手活動も開始。日本語で歌うシングル4作とアルバムがリリースされ、2007年度の NHK 紅白歌合戦へ出場するに至った。テレビでは、日本語でのアドリブ性の高い会話は、まだつたないが、台本があれば上達した発音を披露し、TV 番組、先駆け、音楽番付ラスベガスでは1年間、単独で司会をこなした。新作アルバム発売に伴う台湾、香港ツアー、大学の学園祭、集英社を筆頭としたグラビアやファッション雑誌を、 中心にモデルとして活動。その一方で外国人である自分を受け入れてくれる素地が日本にはあるのかと思い悩むこともあるという。母国に住む家族や友人と離れて暮らしているため、時折来日する弟のブラッドが帰国するときにはブログで落ち込んだ様子も綴る。歌手デビュー以降、ギャラが発生しないプライベートな場面では自分の持ち歌は歌うべきではない。 というプロとしてのポリシーを守っている。カラオケに行った際にも他社の曲、歌田光とを歌う。日本語学校で文法を勉強するが暗記が追いつかない模様もブログで綴られた。日本語での簡単な受け答えは可能だが、自分の心情を述べる場合などは、ご表現を避けるために母国語である英語を2008年10月10日、東京都内で スタイリストの文と挙式。4日後の10月14日に行われた全国ツアー最終日のアンコール中、来場したファンに婚前解任4ヶ月を明かした。翌15日には質問禁止の記者会見で正式に発表。16日には自身のブログで芸能活動続行への意欲を語った。妊娠中は雑誌取材のほか、主婦業と出産準備と楽曲制作に専念。 2009年4月24日に女児を出産。一児の母となるが、2010年12月に離婚。長女はリアが引き取り、母子でニューヨーク在住。2011年1月よりニューヨークの演劇学校に通っていたが、2012年12月14日、演劇学校卒業と芸能活動再開が報じられた。2013年5月31日、 自身のオフィシャルブログで再来日を報告した演劇。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。